そろそろね。ここで降りるわ。T4 から正体不明機。貴様、所属を言え。さもなくば。さもなくば。どうするのかしら。テロリストとみなすだけだ。あら、さすがはコーネリアお嬢ちゃんの部下ね。判断が早い。でも。何？さようなら。パイロットを直接。ひるむな！かかれ！いいわね。ここは血の匂いがいっぱいする。さあ踊りましょうか、マグダラ。ギルフォード卿、ブルックス隊より入電。豊島エリアに正体不明機が出現、戦闘に入ったそうです。正体不明機だと？しかし主力はここの守りで手一杯で、増援に回せん。ブルックス隊のみで制圧させるんだ。イエスマイロード。デビュタントの相手も満足にできないなんて騎士失格ね。ダンスの相手はやっぱりあの子じゃないと。さてあの子はどこかしら。この近くに特派の信号は2機、一つはフロートを使ってるみたい。速度的にこっちがあの子かしらね。こちらから迎えに行かなくちゃ。さすがはコーネリアの精鋭。トード、以降の作戦は全てお前に任せる。ん？負傷した扇の仕事はディードハルトに仕切らせろ。任せる？任せるとは一体？私は他にやらなければならないことがある。以降そちらからの通信は全て切る。ま、待て！この状況で他があるのか。7番隊全滅！何？持ち出せないデータは処分しろ。早く早く。戦況は我が軍に有利だ。いいか、私の負傷は極力伏せろ。動揺する。ギルフォードやグラストンナイツが。しかしお前にだけは。もう喋らないでください。神根島、そこにゼロが。あ、それ以外はダメだ。思い出せない。ギオス、お前はユフィの騎士なのだろう。ならば言って、ユフィの汚名をすすぐのだ。あ、はい。貴公に略式ではあるが、ブリタニアの騎士行為を授ける。これで名実ともにお前は騎士だ。行け、クルルギスザクよ。イエス、ユアハイネス。こいつのパイロットは今いないんだろう。こんなの持って行ったって。そんなこと言ってる場合か。使えるものは何でも使わないと。臨時司令部に持ち込めば幹部の誰かが使えるだろう。そうだな。とにかく司令部のある学校へ急ごう。おい、横！ナイトメア！あら、ごめんなさい。急いでいるのに邪魔だったもので。いなくなったのですか？いいえ、指揮権を現場に委ねただけで。はい。なぜこんな大事な時に。なんで大木が撃たれたんだ。ゼロはどこにいるんだよ。知らないって。連絡は取れないのか。逃げる理由なんてないはずよね。でも
いくら東堂さんでも全体状況がわからないと。ゼロ、私はどうすれば。カレン、大木さん大丈夫なんですか。ああ、それよりカレン、ゼロ、おえ、彼の行動には意味があるはず。助けるんだゼロ、ナオトの夢を継ぐもの。でもどうやって探せば。そろそろ見えるだろう。あれはランスロット。あいつがここを離れる理由なんて。ラクシャータが発信機を。なあ、わかりました。補給部隊、接収した空輸機を私に回せ。最優先だ。ちくしょう、せめてここだけでも。タマキ、正体不明機がこっちに向かっている。渡辺の隊がやられたらしい。そんなの知らねえって。こっちもそんな場合じゃないだろう。学生さんたちの搭乗完了までだよ。頑張ってね。分かっています。どうしてあんなところに熱源反応が。ナイトメア。なんだい、あの年代もんは。ガニメデ、ニーナ、いけない、砲撃中止。はあ、一時休戦だ。そいつを撃っちゃいけない。みんな言う通りに押し撃つんじゃないよ。ロイドをマジにするほどの代物か。ニーナ、完成させたのかい。検証は不十分です。爆発させられるかは分かりません。でも私は。爆発って何言ってるのニーナ。あ、危険よ、下がって。彼女の理論通りならこの東京総会そのものが死滅するかも。え、んなことあるはず。信じなさいよ。え、桜ダイトまで使ってんだから。ゼロはどこ？教えて。ユーフェミア様の仇、ゼロはどこにいるのよ！このまま外縁沿いに行けば学園に。あっ！四角からの攻撃。相変わらずいい反応ね。あの赤い金飾りは式根島の。どうしてここに。見つけた。ナナリーがいなくなったら俺は今まで何のために、何のための独立戦争だ。ユフィまで犠牲にして。見えたぞ、神根島だ。取り返す。誰が相手だろうと、ナナリーよ。やはりここだろうな。何かお前に関係がある場所か。ここは知らない。ふん、他にもあるということか。ナナリーをさらった奴はギアス能力者か。そこまではわからない。本当だ。信じよう。少なくとも我々の共犯関係はまだ続いているのだから。ありがとう。どうした。そうか、これは。何。あ、落ち着け。これは侵入者に対してのトラップ。作動させた奴が。なんだ、これは昔の地図。いや、しかし。なんだお前は。やめろ。
C2、 これはお前の。残っているのは魔女としての記憶だけ。そもそも自分が人間だったのかすら分かりはしない。私を憎む人も、優しくしてくれた人も、すべて時の流れの中に消えていった。果てることのない時の流れの中で、私一人。一人じゃないだろう。俺たちは共犯者。お前が魔女ならば、俺が魔王になればいいだけだ。こんな時によく言う。さあ、今度こそあなたを私のものにしてあげる。式根島の時のようにはやらせない。マグダラを近距離特化の機体と判断して距離を取って撃つ。いい判断だけど、前と同じじゃなくて？この前は打ち負けたけど、これなら！ハーケンであんな軌道を？今回は当ててきた！こんな短期間でマグダラの性能を見越した戦い方に変えたのね！でも、このマグダラも前とは違うのよ！何このスピード！それにあの右腕は何かやばい！何？一撃で？いいかね。でも次はどうかしら。またコックピット！ダメ、機体性能に差がありすぎる。ここは逃げるしか。右腕を犠牲にして逃げることにしたのね。逃げるのも戦法の一つ。でも逃がさない。なんなのあいつ、どうして必要に私を狙うの。シツ、無事か。誰に向かって言っている？私です、ゼロよ。懺悔は今！しつこいやつ！コーネリアに受けた破損箇所が！ハドロン砲もあと一撃しか。私の素晴らしき雪辱！あいつは私に任せろ。お前はナナリーを。しかし、もうエナジーが。大丈夫だ。いや、少し不安だな。ん？勝てよ、ルルーシュ。自らの過去に、そして行動の結果に。シズ、死ぬなよ。誰に言っている？そうだったな。発見！ほらほら、早く逃げないと追いついちゃうわよ。このままだと殺される。こうなったら。あらあら、諦めちゃったのね。でもこれでようやく手に入る。あの子が私のものになる時が来たのね。あの赤い金飾りは確実に私を狙っている。理由はわからない。でもこのままだと殺される。私はここで殺されるわけにはいかない。父さんと母さんの復讐、それにクラリスさんと約束したんだ。無事に帰るって。サザーランドでもブライでもいい。使えるナイトメアさえあれば。あのトラック、まさか。やっぱり私は悪運が強いみたい。これでもう一度戦える。守り抜け。我らの勝利は目前だ。押し
消えない。早くしないと敵の援軍が。どうすりゃいいんだ。井上、何やってんだ。ゼロは全軍突撃、反乱軍を一挙に粉砕する。死守しろ。何としてもここを破られたら完全に我が軍は崩壊する。東道の軍事的手腕が劣っているわけではない。カリスマゼロにはそれがある。なのにここまで来て、まさか。ゼロ様、本当に私たちを、日本を見捨てたのですか。コマドリのオスを殺したのは誰。それは私よとスズメが言った。私の弓で、私の矢羽で、コマドリのオスを殺したのは私だと。あれ、その機体、もしかして。お前が誰だか知らないけど、私の復讐は止めさせない。その動き、やっぱりあなたなのね。荒々しい戦い方、嫌いじゃないわ。今度は盾がある。いくら強固な盾でも、このハートブレイカーを防ぎきれはしない。盾をパージしておとりにね。よく思いつく。でも早い。私と対等に戦える人なんてどれぐらいぶりかしら。いいわ、興奮しちゃう。強い、だけど戦えない相手じゃない。最高のダンスになりそう。やっぱり相手はあなたしかいない。私の復讐を邪魔するというのなら、お前は私の敵だ。さあ踊りましょう。ここで仕留める。入り口にあったトラップは時間稼ぎだろう。目的は俺か。 C2 という線もあるが、いずれにせよナナリーの無事を確認してからだな。こちらを向け、ゆっくりと。こんな時に。聞こえなかったのか。ゼロ、こちらを向くんだ。ゆっくりと。ユーフェミアは罪なき日本人を一方的に殺した。君はそんな女を。便利な力だな、ギアスとは。自らは影に隠れ、責任は全て他者になすりつける。傲慢にして卑劣、それがお前の本質だ。カレン、君もゼロの正体を知りたくはないか。何を今さら。君にも立ち会う権利がある。あ、待て。そうだ、俺がゼロだ。黒の騎士団を率い、神聖ブリタニア帝国に挑み、そして世界を手に入れる男だ。あなたは私たち日本人を利用していたの。私のことも。結果的に日本は解放される。文句はないだろう。早く君を逮捕すべきだったよ。気づいていたのか。確信はなかった。だから否定し続けてきた。君を信じたかったから。だけど君は嘘をついたね。僕とユーフィーに、ナナリーに。ああ、そのナナリーがさらわれた。え、スザク、一時休戦といかないか。俺とお前二人いればできないことなんて。甘えるな。その前に手を組むべきはユーフィーだった。君とユーフィーが力を合わせれば世界を。全ては過去、終わったことだ。
猫。お前も父親を殺しているだろう。懺悔など後でいくらでもできる。いや、君には無理だ。何？君は最後の最後に世界を裏切り、世界に裏切られた。君の願いは叶えてはいけない。バカめ、理想だけで世界が動くものか。さあ、撃てるものなら撃ってみよう、流体桜大刀の。俺の心臓が止まったら爆発する。お前たちもおしまいだ。貴様、それより取引だ。お前にギアスを教えたのは誰だ？そいつとナナリーは？ここから先のことはお前には関係ない。お前の存在が間違っていたんだ。お前は世界から弾き出されたんだ。ナナリーは俺が。スザキ・デレシェー。人は、人間は、幸せを求める存在である。ブリタニアの少年、ルルーシュが望んだことも、小さな幸せに過ぎなかった。特別なことではない。少なくとも行動の根源には、人として、ごく当たり前の、とてもささやかな願いしかなかった。そんな夢を、そんな誓いを、誰が否定できるのか。誰にそんな資格があるというのか。だが、しかし、人は誰しもが否応なく他者と世界に関わることによって自らを規定され、定められてしまう。ならば、個人の思惑など世界の意志を前にしてはどうしようもなく流されてしまう儚い存在でしかない。罪と罰、運命と裁き、ルルーシュの前に立ちはだかったのは自らが生み出した過去であり、人が人であるがゆえの憎しみか。それでも今は感謝すべきであろう。一縷の望みは、ほのかなる願いは、絶望からこそ生まれいずる。みんな争ってた。傷ついて、泣いて、叫んでた。みんな幸せになりたかっただけ。幸せが欲しかっただけ。それなのに幸せを欲しがるから争っちゃう。幸せを欲しがることはいけないことなの。そんなことはない。幸せを求めるからこそ人間であると言える。どういう意味？人は、人間は幸せを求めるがゆえに明日を生きられる。生きる目的を持たないものだと生きているとは言わない。じゃあ、生きるために幸せを欲しがるの？そうとも言える。そっか。私はあの人に幸せになってほしい。生きてほしい。だから。大丈夫だ。物語はここで終わることはない。終わらない？じゃあ、あの人は。ああ、続いていく。困難な道であったとしても、物語は続いていく。この復讐の物語は。